どうも、哲学とです。今回からですね、ディアブロ2リザレクテッドを、買ったばかりの方、向けに、新しいね、ラダーが始まるということもあって、クエストについてのね、解説動画を始めていきたいと思います。まあ、かなりね、ストーリー進行攻略上の、ネタバレを多く含んでますので、まあどうしてもね、買って進めてみたんだけども、クエストクリアできなくて困ってるよっていう方はね、ぜひ見ていただけたらなと思います。概要欄のところに、タイムテーブル、目次を貼っておきますので、ご自身がね、攻略中の、クエストをだけね、見ていただければな、いいかな、ジャンプして見ていただければなと思います。で、まずなんですけど、まあ、最初ね、キャラクターを作ると、まあ、いろんなね、街のキャラクターから話しかけられると思うんですけど、まあ、一通り話を聞いてもらってね、最初のクエストは始まるわけなんですけど、このアカラさんっていう人からね、クエスト1、邪悪の巣窟ですね。というクエストを、依頼されるので、まあそれをね、まずクリアするところからお話ししていこうかなと思います。で、このゲームですね、基本的に、移動は、まあ、徒歩で歩いていって、各エリアにあるワープポータル、ウェイポイントっていうのがありますので、それをね、踏んであげることによって、こう瞬間でね、移動ができるようになりますので、まあぜひね、まあ、ここに乗ってるエリアに到達した時にね、ウェイポイント踏んでもらうと、まあ、移動が楽になってね、このゲーム、まあ、クリアした後は、より良いアイテムを求めて、まあ、トレハンを繰り返すっていう、ゲームになってきますので、まあ、各ウェイポイント全部踏んでおいて、で、まあ、トレハンの時に、まあ、一番近いウェイポイントから飛ぶっていうことをやってもらうといいかなと思います。まあ、こういうウェイポイントはあるものの、結構ですね、このゲーム、敵にやられて死んでしまうと、その場所にね、今装備してるアイテムをすべてばらまいてしまうっていう仕様になってますので、まあ、自分が死んでしまったところに戻りやすくするために、このタウンポータルっていうものがね、呪文がありますので、これね、消費アイテムですので、まあ、たくさん、持っておいてほしいなと思うんですけど、このね、タウンポータルの書っていうのが売ってるので、まあ、これを買っておいて、で、このポータルの、巻物、購入すると、まあ、これね、20個まで貯めておけるんで、こうやってね、買うと、こうやってね、貯めることできますので、まあ、20個ね、いつも持ってて、新しい、階とか、まあ、新しい、マップに入ったら開いてあげるってことをやるとね、安全にいけるかなと思います。ちなみに死んじゃった場合なんですけど、ゴールドを失ってもいいな、もうなんか敵が大量にいてそこに死体の回収しに行くの難しいなっていう時は、マップからね、オプションからね、セーブして終了っていうのを選んでもらうと、死体がね、街の方に、戻ってきて装備品とかの回収できますので、まあどうしても回収が、無理だなっていう時は、一回ね、ゲームを閉じて開き直すと街に、装備が戻ってきますので、まあその方法でね、回収するのもありかなと思います。その場合はね、所持ゴールドがなくなっちゃうんで、まあ、ゴールドをね、なるべくなくしたくないよっていう人は、この共有用の保管庫の方にね、預けておくとなくならなくていいかなと思います。自分用保管庫に入れておくっていう方法もあるんですけど、そうすると死んだ時にね、割合で、ゴールド引かれちゃうんで、共有用保管庫の方の、ゴールドに入れておくのをお勧めします。じゃあ、早速本題の、クエストの攻略についてお話ししていこうかなと思うんですけど、まずね、一つ目のクエスト、邪悪の巣窟ですね。こちらのクエストは、このアカラさんというキャラクターに話しかけるところで始まる一番最初のクエストなんですけど、このね、最初の街を出たすぐのところにある血の荒野、血の荒野っていう、マップの中にある、このね、今、マップを重ねて表示させてるんですけど、このね、洞窟みたいのがあると思うんで、そこに行ってもらって、ここですね。邪悪の巣窟。この中の敵をすべて倒すっていう、
クエストなんですけども、基本的に、レベルがね、1の状態で始めると思いますんで、まあ、周りのここら辺の敵を倒して、レベルを上げた状態で、まあ、行ってあげるといいかなと思います。この屋外のマップに比べて邪悪の巣窟の中で出てくる敵の方がちょっと強くなりますので、まず、外でレベルを上げて邪悪の巣窟の中の敵を一掃すると。で、まあ、こうやってね、邪悪の巣窟結構ね、薄暗いんで、まあ、敵を少しずつ倒しながら進んでいくって感じですね。で、よくいただく質問としてですね、この中の敵全部倒すと、ここにね、光が差して、なんていうのかな、マップにこう、今真っ暗ですけど、光が差した状態に、敵を全滅させるとなるんで、それでクエスト完了っていう形になります。で、よくいただく質問として、まあなんか敵全部倒したはずなのに、クリア扱いにならないよっていうご質問いただくんですけど、まあ基本的には何かしら打ち漏らしがある、まあ、影のところに敵がいたりとかね、そういうパターンが多いので、まあ、くまなく倒してもらうと。まあでもね、私もやっていて何回か全部倒してくまなく全てのとこ見たはずなのに、それでもね、クリア扱いにならないっていうことがあったんで、その場合はね、一度オプションからセーブして終了を選んでもらって、もう一回邪悪の巣窟ね、まあ敵は全て復活してしまいますが、選んであげることで、またね、クリアできるかなと思います。はい。で、全部ね、全滅させてクリア状態になったら戻ってあげると、アカラさんのところでね、報酬がもらえるようになるんですが、まあ、ここでね、注意点ということで、邪悪の巣窟を終わるとね、ステータスとスキルポイントの、のリセットが使えるようになるんですけど、これね、各難易度、ノーマル、ナイトメア、ヘルで1回ずつしかできませんので、1回やっちゃうとね、もう、次からできなくなっちゃうと。まあ、もちろんね、振り直しができる他のアイテムもあるんですけど、それが手に入るのは終盤になりますので、まあ、アカラさんのクエスト終わっても、クエスト報酬をね、先にもらってしまわないで、取っておいた方が、いいかなと思います。はい。じゃあ次、クエスト2、姉妹の墓地について解説していきたいと思います。アカラさんのね、最初のクエストがクリアできると、次はですね、こちらの、ローグの傭兵長のカーシャさんっていうね、女の人から、ブラッドレイヴンというね、まあ、元ローグのね、仲間を倒してきてくれっていう、クエストを受けますので、まあ、ブラッドレイヴンを墓地に倒しに行くと。で、ブラッドレイヴンはですね、この荒涼の平原の方にいますので、まあ、荒涼の平原の方にね、行ってもらうと。さっきの血の荒野の隣にある荒涼の平原ですね。この中から探すんですけど、こっちのね、石の原野っていうマップは次のマップになるんで、まあ、なんだろうな。敵が強くなるので、まあ、まず、荒涼の平原でレベルを上げて、で、その後に、血の荒野を目指してもらう。で、場所としては、そうですね、このマップにつながってるので、探してもらうと。あ、こっちですね。荒涼の平原のマップの、に繋がってる墓地っていうところに、この、入ってもらうと、ここにね、ブラッドレイヴンっていうのがいるので、こいつをね、倒してもらうと。はい。こんな感じでね、ブラッドレイヴン倒してもらうと、クリアになると、感じですね。まあ場合によってはね、ちょっとブライトレイヴン強くて倒せないっていう方は、弓矢とかをね、つけてあげる、
いいかもしれないですね。弓と弓矢を持って、戦ってあげると結構倒しやすいんじゃないかなと思います。で、荒涼の平原で、晴れてね、ブラッドレイヴンが倒せるとカーシャさんから、ローグのね、傭兵を雇えるようになります。まあ最初はね、無料でもらえますので、雇っておいてあげてるといいかなと思います。で、一つ傭兵について注意点としては、傭兵はですね、雇い直すときに必ず装備している、防具とかね、アイテムを外しとかないと、まあ切り替えた瞬間にね、そのアイテムってロストしてしまうので、必ずね、もし傭兵を切り替えるときはアイテムを全部外した状態にして、雇い直すってことをやってもらえたらなと思います。で、カーシャさんのクエストが、終わるとですね、次にアカラさんから、今度はクエスト3、ケインの捜索の方をね、頼まれます。で、ケインの捜索は、2段階に分かれたクエストになっていて、先ほどね、荒涼の平原から続いていた石の原野、石の原野から、地下のトンネルを通っていける、常闇の森っていうところに行っていただくと。で、石の原野行くとね、トンネルがね、あるんで、そこを探してもらうような形になるんですけど、そうですね、近くにあるかな、これ。ちょっとこれ難易度ヘルにしちゃってるんで気をつけないと危ないですけど、そうですね、この石の原野のマップのおそらく端あたりにあるかな。だいたい、あ、そうですね、こういうふうに、マップの端の石、岩肌にあるか、真ん中あたりにね、ポツンとあることが多いので探してあげると。で、このね、地下道を通って、さっきのね、常闇の森っていうところに抜けていくんですけど、まあ、このマップね、たまに地下2階が生成されてることあるんですけど、基本的にね、登り口もこの地下1階にありますので、地下2階はあくまでも、なんていうのかな、トレハンのポイントっていう感じなので、特にね、行く必要はないので、このね、地下1階をくまなく探すと、常闇の森に、行く、ルートがありますので、そこから上がってあげるという感じですね。こっちじゃないので、こっちかな。結構ヘルだとね、大きいんですけど、あ、そうですね。ここに、登りの道があるので、ここから、常闇の森に行ってもらうと。でですね、常闇の森の中に、インファスの木っていうのがあるので、インファスの木を、探してもらうと。という感じですね。インファスの木。どっかにあるかな。あ、ちなみにここにウェイポイントあるので、まあ、これはランダムですけどね、探してあげて、あ、で、ここですね、ツリーヘッドっていう強い敵がいるんで気をつけてほしいんですけど、ここにね、イニファスの木っていうのがあって、これね、最初触ると、ここから巻物が1個出ますので、その巻物を入手してもらって、一度町に戻るという感じになります。で、一度町に戻ると、アカラさんがね、巻物の情報を読み解いてくれますので、その状態でさっきの、トンネルを抜ける前の、石の原野の方に行ってもらうと。で、石の原野の中でね、まあ、すでに発見している方も多いかもしれないんですけど、ストーンヘンジみたいなね、石が並んでいるところがありますので、まあ、そこ行ってもらうと、こう、巻物のね、順番に、こう石を、触っていくイベントが発生しますので、まあ、そこでね、見てもらうと。
ですね。で、これ、基本的に巻物見なきゃわからないのかっていうと、そんなことなくて、ランダムでね、こう、ボンボンこのケルンストーンっていうのを押していけば、当たりのものしか触れないので、で、このケルンストーンを正しい順番で下がってあげると、トリストラムのね、ポータルが開くので、この中に入ってもらうと。で、ここね、グリズワルドっていう非常に強い敵が、登場しますので、まあ、あらかじめこういうところにね、ポータルとか出しといて、いつでも逃げられるような状態にして、中の敵を倒していくと。で、真ん中にね、こういう檻があって、ここにね、ケインが囚われてますので、こいつをね、救出してあげれば、クリアという感じになります。で、無事ね、ケインを救出して戻ると、ケインさんがね、ここの、焚き火のところにいて、ケインさんはね、無料で、アイテムを鑑定してくれるようになりますので、まあね、これ以降結構楽になるかなと思いますので、最初のうちね、ケインさんのクエストを終えるまでは、結構ね、鑑定の時に鑑定の巻物っていうのを使わなきゃいけないんで、かなり大変かなとは思いますので、まあ、まずケインさんを解放するまでは、ちょっとね、お金大変かなと思うんですけど、ケインさんを解放して以降は、まあ、無料でアイテム鑑定してね、売り払うことができますので、なるべくそれでお金を貯めていくってことをやってあげるといいんじゃないかなと思います。で、ケインさんを救出するとですね、次なるクエストとして、忘れられし塔というのがあるんですけど、まあこれね、忘れられし塔をね、飛ばして進んじゃうこともできるんで、見逃しがちなんですけど、忘れられし塔のイベントが発生するのは、こちらの、黒の出現ですね。先ほどの常闇の森の次のマップになる黒の出現というところに、忘れられし塔というのがありますので、まあそこを目指してもらうと。今この右下にあるので、ここですね。この、オブジェクトですね。の忘れられし塔。で、まあ、ここ地下ね、確か、地下5階まで、そうですね。地下5階まで行くと、地下5階に、邪悪なる伯爵夫人っていうのがいるので、そのね、ボスを倒してあげると、まあ、このゲームのね、非常に、面白い収集要素の一つである、ルーンっていうものがね、手に入りますので、まあ、それもね、まあ、序盤は使うことはあまりないかもしれないんですけども、集めておくといいかなと思います。ルーンに関してはね、ルーンワードの紹介動画、私もね、投稿してますので、ぜひね、概要欄の、ルーンワード全紹介のね、再生リストから見ていただくと、まあ、すべてのルーンワードをご紹介してますので、ぜひね、そちらも参考にしていただければなと思います。まあ、この中はね、結構その魔法向こうの敵がいたりとか、結構ね、強敵もいますので、注意して進んであげると。で、まあ、こうやってね、ポータルもちょくちょく出しながら、一層一層攻略していくのがおすすめかなと思います。で、あとね、残りに2つクエストがあるんですけど、1つがね、商売道具という、クエストで、おそらくですね、ケインの捜索が終わると、この上のね、鍛冶屋さん、チェルシさんっていう女の子がいるんで、チェルシさんから、修道院から逃げるときに、商売道具のね、鉄床でいいのかな、なんていうのかな、ハンマーを忘れてきちゃったと言われるんで、ハンマーを、探してあげるっていうイベントが始まります。で、ハンマーがあるのは、この修道院外部の、方にあります。修道院外部の方に、への行き方は、先ほどのね、忘れられし塔なんかがあった、このね、黒の出現から繋がっている、エリアになりますので、まあ、ジュングルにね、タモエ高原か。タモエ高原から繋がっている修道院外部の方に入ってもらうと。で、このな、中の奥の方にね、ハンマーを守ってる敵がいますので、そいつを倒してあげると、弊社の中かな。
そうですね。ちょっと気をつけないと、私もしない。あ、ここですね。ここにハンマーありますので、こいつを拾ってあげると。汚れた鍛冶屋っていうのがいるので、こいつを倒すとハンマーが入手できると。で、これをね、チェルシーさんに渡してあげると、クリアという感じになるんですけど、あの、チェルシーさんね、このクエストをクリアすると、エンチャントっていうのをやってくれるんですけど、エンチャントについてはね、過去に、何のアイテムにエンチャントしたらいいのかっていう動画を、初心者講座の方でね、解説してますので、ぜひね、そちらの動画も参考に、アイテムの強化やってみてほしいなと思います。で、いよいよ最後の、アクトボスの攻略になってくるんですけども、ちょっとそうですね、アクトボスの攻略については、別のね、動画を、撮ってますので、まあそれをね、この、動画に、つなげておきますので、まあそちらを見てね、攻略してもらえればいいかなと思います。このね、アクトのボスはアンダリエルというボスなんですけど、基本的に火炎属性がね、弱い敵になりますので、まあ、それを、参考にやってもらいたいかなと思います。まあ、はい、アクト1のね、ボスはアンダリエルという敵になるんですけど、このね、地下4階に入ると、この中にいますので、まあ、このまずね、先のところに、の敵を倒してもらって、この部分にね、今出してないですけど、ポータル、タウンポータル出しとくと、まあ倒しに戻ってきやすいかなと思いますので、ぜひね、ここのところにタウンポータル先に出しといて、いざという時に逃げられるようにしとくと、いいかなと思います。で、そうですね、ここの前のところの部屋の敵はあらかじめ倒しといた方がいいので、まあ、先に、倒しておくという感じですね。ここら辺のダークワンとかもいるんで倒しとくと。で、今、ここに真ん中に血の池があると思うんですけど、まあ、戦闘が長引きそうなところ、時は、この血の池の周りをぐるぐる回りながら、アンダリエルと戦っていくといいかなと思います。これね、難易度ノーマルで、アンダリエルを倒そうとしている時の動画なんですけども、まあ、これ、パラディンっていう近接職になるんですけども、近接職の場合もね、弓矢つ、持っておいてあげると遠距離からねアンダリエルにダメージ与えられるんで、良いかなと思います。こんな感じでね敵を一掃していくと、両脇にもねいるので、最初ね真ん中中心に突き切ってっちゃうとアンダリエルがいきなり出てきちゃって、ザコも一緒に出てきちゃってね、結構大変になるんで、先にこうやって掃除しとくと倒しやすいかなと思います。そうですね、こんな感じでどん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 倒していくと、はい。で、このゲームは基本的にボスがもしね死んじゃった場合なんかはボスの体力はね時間経過で回復してしまうので、まあ、早めに街で体勢を整えて、もう一回戻ってきて、立て直すっていうことをやってあげるといいかなと思います。今、従者死んじゃいましたけど、こうやってアンダリエルをね、おびき寄せて、この周りを周回しながら、隙を見て倒してあげると。こうやって攻撃を当てていけば、倒せるので、そうですね。こんな感じで、倒してあげると、良いかなと思います。ではでは、またアクト2の方で、お会いできればと思います。どうもありがとうございました。哲学とでした。